はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。りょうた様、お手紙。ひかるひかる様。しょくん様。KS 様。ひろゆき様。ご支援、ありがとうございました。お手紙もくださった方もいらっしゃいます。誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。何度もいただいている方もいらして、誠に誠に恐縮であります。ありがたい、ありがたい。NHK のことなら日本改革党にご相談ください。多分、一番ですね、NHK に詳しいのが、NHK の中の人以外は私です。いろんな情報も入ってきますし、内部情報ありました。 NHK はかねてよりしつこくしつこく総務省にですね、電気水道ガス会社の持っている顧客情報を使わせろと要望しておりました。これはですね、NHK はこの部屋に誰が住んでるかの情報を知る術がない。もちろん1回契約して住所の名前書かしてる人はですね、転居しても追っかけてきますけれども、まだ1回も契約してない人の情報は全く持っていない。あとこのマンションの何号室には誰それが住んでいるっていう情報も持っていない。で、何としても欲しいっていうことで、こういう要求、要望を総務省に今までしつこくしつこくしつこく出していましたけれども、総務省の有識者会議が開かれまして、公共放送と受信料制度にあり方に関する取りまとめが出した結論は、取りまとめ自体が結論なんですけれども、それって警察が持つ捜査権に属する権限でしょう。つまりですね、電気水道ガス会社に顧客名簿出せ、顧客名簿のデータベースにアクセスさせるっていうのは警察権でしょ、捜査権でしょ。それを NHK に与えるのは不適当、個人情報保護法にも反するし、関わる相手先企業の負担も多大だわ、とっても無理だわ。東京電力のデータベースに NHK がアクセスして、したら東電はですね、契約させるときに、この情報は NHK も使えますであるとか、お断りを入れるであるとかですね。あと電気契約したら早速 NHK が来たら、東電にクレーム行っちゃって、電話対応に追われるとか、そういうことを指す、だと思いますけれども、一応有識者会議の答えは、NO!で、これは当たり前のことですけどね。ツイッターの反応です。ゲシュタポかよ。これ NHK のことですね。個人情報保護法無視。なぜ NHK が必要なのか理解できない。これ昭和25年にですね、放送法ができた時は、今から70年前ですよ。NHK しかテレビ局がありませんでした。ラジオ局だったのかな、その当時は。でですね、テレビを買うイコール NHK を見るっていうことだったんで、受信料払ってよ、テレビ設置してる人はっていうのも整合性あったんですけど、今は皆無ですね。民放テレビもあるし、ネットのサブスクなんかも充実してますからね。あと光回線 TV ってご存知でしょうか。ちょっとたまに画像が乱れたりするんですけれども、そういうのもあります。そんな要求通らないのが当然だが、通るかもと思って要求する NHK も、言わせる総務省も異常。執念ここに極まれり、金の亡者の集まり NHK、 洗脳マシーンが個人情報まで把握したらやべえ。そんな要求は総務省が問答無用で拒否しないとダメでしょ。そりゃそうだよね。有識者会議でなくてもそんなことわかりそう。 NHK は公的機関でもないのに警察になりたいって傲慢に驚き呆れるばかりであります。あとですね、そういうことが
許される、口にできるっていう、執念っていうか執着というか金に対するね、そういうのに恐れすら感じますね。こんなの有識者会議でやってもダメってわかりますよね。そんな権限警察じゃねえの、個人情報保護法違反だしね。警察だってですね、どっかのあの企業に、の顧客情報出せっていう時は令状を持っていかないとダメですよ。よくまあね、あの恥ずかしげもなくですね、しつこく要望したな、猿なのかな、小学生なのかな、自分が願えば何でも叶うって、そんなのいい大人は思わないですよね。弁護士300人の日本一の巨大法律事務所、がついてるんですよ、 NHK には。イラニチ系裁判でもここが相手になっておりました。まあそこの弁護事務所、弁護士事務所、法律事務所、アドバイスしに行くと、それあの警察犬だから無理じゃね、言ってやんなかったのか、それともダメ元でしつこく要求していただけなのか、 NHK はあの相当に劣化してんのかなーいうような感じなんですけどね。長年のあのなんつか甘やかしによってね、総務省の、警察犬についてなんですけど、まあ、行政、省庁は担当分野で警察権を、持っております。これを行政警察権って言うんですけど、まあ、代表的なものはですね、皆さんご存知、厚労省のマトリ、麻薬取締捜査官、通称 G メン、これはあの警察と変わらない権限を持ってますね。ある意味、警察より、強い権限を持っていくかもしれないな。国交省の海保の船舶捜査権、船舶に立ち入り調査できる、違反があれば捕まえられる、財務省の国税は壁ぶち抜いてでも入ってきますよね、いわゆる丸さあですね、金融庁の課長クラスに大銀行の頭取が土下座する、まあ、あの金融監督庁ですけどね、保健所は飲食店をガサ入れできますよね。食中毒出たなんて言ったらですね、家宅捜査だって言ってですね、公害捜査や輸出規制の捜査は経産省がやっております。これも家宅捜査できますね、逮捕もできますなどなど、まああのこういう絵皆さん見たことあるとは思いますけれども、どこそこ信用組合に、金融監督庁が強制捜査であるとかですね、なんとかっつう会社に経産省が入ったとか、いずれも公的機関なんですよ。この警察権を持つ組織は、限定ですよ。そうでない組織が警察権を持つなど論外ですよ。どこの民間企業がそんなね、あの強制で人んちを押し入れる権限あるんだって話。 NHK がどうしても警察権が欲しいって言ったら、国営化してですね、まあ、総務省の外局にでもなってですね、公的機関にならないと無理な話なんです、そもそもが。でもそうするとあの給与は公務員並みに引き下げられちゃって、それも嫌なんでしょ、死んでも。ただただ警察権を言うことって傲慢にも程がありますよね。子供のわがままじゃねえんだからよ。まあ、あの、今回の情報ではっきりしたことは、NHK に捜査権なしってことですね。テレビがないことを確認させてくださいねつって、家に入ってきたら犯罪ですよ、これ。そんな権限どこにもねえ、なんで家に入ってくんの。不法侵入です、そのもの。令状あんのって聞きましょうか。そういう場合は。令状あんの、家宅捜索の。ねえから、あいつら。集金人、特にね。集金人は、あの、バカで聞かれても何のことか分かんないかもしれないですけど、理解してきずにね。警察ですら、検事が出す令状なしに、家宅捜索できねえのに、ね、加えて、訪問した NHK と話さなくてはいけない法的義務ありませんかね。放送法にも、どこの法律にも、NHK が来たら、話さないといけないって、決まりないっすから。全然ないですから。なので、面談を NHK が強要してきたら、強要罪です。帰ってくるっつって3回言って帰んなかったら、不退去罪ですね。なのでですね、NHK 見たら聞いたら110番で、全然構いませんので、全くこちらに落ち度ないです。NHK 集金人が帰んなかったら、家宅捜索させろ、言ったら、まさしくあの犯罪の上塗りですしね。次のお題なんですけど、人民軍が台湾に侵攻すれば、
日米軍がですね、沖縄南西諸島を軍事拠点化するドクトリンが公表されました。台湾にあの人民軍が攻めてきたら、日米軍はここ拠点にすっか、みたいな計画ですかね。沖縄左翼と琉球新報が早速反応しておりました。沖縄平和運動センター顧問、クルサリンドゥ山城博司。これはあの、クルサリンドゥっていうのは、沖縄の方言でですね、殺すぞみたいな脅迫みたいなんですけど、これはあのカメラで撮ってた人に向かってですね、クルサリンドゥって脅迫した山城博司、映像バッチリ残っております。桜井国なんとか国都市、沖縄大名誉教授石原正家、沖縄大名誉教授与那覇って読むのかな、恵子名桜、なんて読むかわかんねえ、大元教授宮城恵美子、沖縄平和市民連絡会、三上千恵映画監督、新垣国雄東アジア共同体研究所、琉球沖縄戦、なんてうさんくさい名前のところがあるんですか。ダグラス・ラミス国際政治学者らはですね、南西諸島を絶対に戦場にさせない県民の会っていうのを結成、会員募集開始したそうであります。ネットの反応です。本土ならいいのかよ、戦場が本土だったらいいのかって話なんですけど、それありえないな。沖縄すっ飛ばして本土をいきなり攻めるってありえねえな。したらね、本土からと沖縄から挟み撃ちになっちゃうもんね。沖縄本島を戦場にしないためにやってんだけど、中国には決して抗議しない平和活動家、ここまで正体を隠さない活動家も珍しい。中共から指示が来たんだろうな。まあ、こういう会を結成しろみたいな指示が来たんでしょうね。沖縄は戦場にしない。中国に言えよ。全くだ。沖縄の離島は本島より台湾に近いから、どうしても巻き込まれる。台湾取られたら次は沖縄だぞ。いらんことして島民に迷惑かけんなよ。島民はですね、日米軍に来てほしいかもしれないですもんね。守ってほしくてね。いらんことすんなって話。平和活動家？単なる工作員でしょ。まさしくそう。沖縄に大学いくつあるか知りませんけど、だいぶ浸透されてるみたいですね。なんか大学教授の名前が多かったらね。沖縄平和活動の正体はそう。大学の手先で、防衛活動、妨害か。あ、ですね。防衛活動を妨害する活動か。なので何主張してもですね、まあ耳貸す必要ないっすよ。日米はですね、台湾の人民軍に仕掛けるんじゃなくてですね、人民軍が仕掛けたらの前提なんで、なんで中国に抗議しないんだっていうのが全くの謎なんですけど、どうせあの外国のスパイでもですから、そこら辺のあの整合性は取れてません。なので耳貸す必要全然ありません。スパイ防止をあればな、こんな連中な、もうシャバにおらんのにな、つくづく思いますけれどもですね。これはあのスパイ防止法今なくてもですね、台湾に本当に人民軍攻めてきたっつったら有事ってことですから、まあ緊急事態ってことですね。こいつら引っ張っていきましょうよ。この名前出してる連中と仲間と琉球新報、この記事を嬉しそうに書いてた琉球新報を、まあ琉球新報なんかは会社もですね、スパイ拠点だ、基地だっつうことでガサ入れ、制圧してガサ入れすべきだしね。まあ法律なくても緊急事態だから、なね、身内じゃなくてスパイが野放しになってるのは危ないですから、台湾を救いに行くとこでねえですから、いの一番にやりましょう。この自称平和活動か、防衛活動、妨害活動か、どうもね。こいつらの主張はですね、中国、韓国、北朝鮮、ロシアは悪くない。悪いのは日米。日本は沖縄を黙って中国に差し出せ。っていう考えが根底にあるスパイどもですから、まあ遠慮はいらないとは思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。いてて、デトックスジャパン。